クレオことクレベルソンがブリエーコルドバは、ブラジルパラナ州、グアラプアバ出身のサッカー選手。チンタオ公開足玉クラブ所属。ポジションはフォワード。2003年、クレオは18歳でキャリアをスタートさせた。2003年から2008年までの間、109の公式試合に出場して39得点を記録。2008年8月には、セルビアのレッドスターベオグラードへ移籍し、 12得点を記録する。2009年6月19日、クレオはパルチザンベオグラードと4年契約を結んだ。この遺跡は1988年にゴラン・ミロイエビッチがレッドスターからパルチザンへ遺跡して以来の過去20年例を見ないライバルクラブ間での遺跡であった。同年7月14日、初の公式戦出場となった UEFA チャンピオンズリーグ予選。 リル FC 戦にてパルチザンでの初ゴールを決める。7日後の第2戦ではバイシクルキックでの得点を含むハットトリックを達成した。国内大会では11月28日のレッドスターとのダービーマッチで得点を挙げるなどパルチザンのセルビアスーペルリーが3連覇に貢献した。2010年9月23日、クレオはセルビア国籍を取得した。 かねてから希望していたセルビア代表でのプレーは国際サッカー連盟の規定により早くて2013年から可能になる。2011年2月9日、中国サッカースーパーリーグの公衆必須し、大足玉クラブへ移籍した。契約期間は4年、移籍金は320万ドルと報道された。2013年1月25日、 J リーグのカシレイソルに期限付き移籍することが発表された。同年1月の新体制発表会には欠席をする。AFC チャンピオンズリーグ2013の予選、H グループ第一戦、奇襲人和族級クラブとの試合では加入後の初ゴールを決めた。2013年11月28日、体調不良を訴え、病院での検査の結果、中水炎と診断された。 さらに同日、甲州久し大から柏レイソルへの期限付き遺跡契約終了が発表された。甲州久し大足玉クラブを退団したクレオは、セリエ A のアトレチコパラナエン戦に復帰した。2016年2月、ゴヤスインシーシエ遺跡。その他の公式戦。ありがとうございます。